のどかさがすやないかい。はい、小指登場でーす。イエーイ、みんなやっほーい。本日は本日は皆様とごやみとらのちょっと待って、熱いクーラーつけよう。新衣装発表に来ていただき誠にありがとうございます。こちらの今日の本日のサムネイル、こちらの背景すべてカジュンさんに作っていただきまして、なんておしゃれなんでしょう。わー、 It's a crazy。 そんな感じでね、今日は新衣装のお披露目をしていきたいと思います。そう、新衣装のお披露目いいんだよね。もうさ、この前のさ告知枠の時にトア口を滑らして、新衣装どうしようかなとかって言っちゃってたから、もうトアはなんか今喋ることに恐怖を感じてるんだよね。今トアはさ喋ることに今恐怖を感じている。またこいつ滑らすんではないか、もうトラウマなんだよな。そう、トラウマにはなっている。なんかもうウキウキでさ発表して、ウキウキしてってウキウキしてるわって思ったらさ、口から出ちゃってさ、もう自分の口、なんか頭と口って連結してないんだよね。これ知ってた？みんな頭と口は連結してない。そして今日のトアの新衣装はなんと一回やってみたかった、リリリリリババーン。ちょっと待って、一旦確認するわけ。一旦こう確認して、こう戻して、よいしょ。はい、こんな感じでね。マジで怖いから今。今もう滑らして服出すんじゃないかって今心配してる。多分もう運営さんとかマネちゃんとかより一番自分のことをトアが心配してる。これは出るんじゃねえかっていう、出しちゃうんじゃないかっていう、まあこれなんですけど、はいはいはい、見てください見てください。まあ、みんなでもなんか結構さ、なんだろう、似てるというか、似てる。その募集したイラストが結構似てる感じで、みんななんか感性はトアの本物に似てるってわけじゃなくて、そのイラスト同士が似てるっていうの。イラスト同士が似てるっていうのはあったから、感性が似てるんかなって思った。そこは、そうそうそう。で、あとちなみにガチでニアピンみたいな人がいて、お前どっから情報仕入れ方、おっていうのもありましたね。おい、なんやお前、どこのもんや。すごい震えたね。怖い。あとはなんか、あとはなんだろう、あ、この発想いいなっていうのも あったね。まあ、っていう感じで、まあこの髪となんか頭に尖りがありますと。制服が結構確かに予想としては制服と、あと今からも紹介するんだけど、フリルとか、ありがとうみんな、スーパーチャット Thank you。 フリルとかそういうのが多かったね。まあこんな感じで羽だな、これは羽とか、まあこれはスカートなんかな、それともスカートじゃないかな、実は分かんないからね、このシルエットだけど。あとはこんな感じで、これが今回のみんな予想したねっていうやつした。ごめん、ただちょっとふわふわやねん、今日ふわふわやねん、ウッキウキやねん、だからぐちゃぐちゃ、いつもぐちゃぐちゃだけど、今日もぐちゃぐちゃに喋るわ。まあいっか、もう誰しもぐちゃぐちゃになる時あるもんね。はい、ということで、じゃあ見ていきましょう。じゃーん、ね、いっぱいね
あの全部は紹介できないんですけど、あと名前とかもちょっとあれなので紹介できないで、画像だけの紹介になってしまうんですけども、皆さんね、短い時間で応募して、応募というか書いてくれてありがとうございました。楽しかった、見るの楽しかった。 Thank you。 はい、じゃあまずはこちら、ドン。これは制服かな、これ。これかわいいよな。カチューシャ、角みたいなカチューシャをつけたとは。クオリティが高い。かわいいよね、これ。画像ちっちゃいから。ちっちゃいかもしれないから、ちょっと。あげますね。ビビー。まあ、こんな感じで、上が、ピンクの、ジャケットにネクタイにチェックのスカートって感じで、まあ、短い靴下とローファーだね。これかわいいですね。制服ね、これは制服やね、制服。はい、まあ何個かね、10何枚ぐらいはちょっと用意してみたんで、一緒に見ていきたいと思います。あれ、これさ、あれ、これ出んの、なんだこれ、切れちゃう、あ、切れちゃう。はい、次、これなんか準備してるものが全部崩れてる気がする今。これはなんだろう、これなんて言えばいいんだろう、 なんかビビが、あ、これも結構多かったんだけど、ビビが変わってカチューシャになってる。で、ちょっとこれエレガントな感じだよね。いいですね、これはね。ただこれいいなって思ったのが、前髪がね、いいっすねって。こういう前髪あんまり見ないから、あ、いいなって思いましたね。ビビはね、トアのビビはね、基本的にはね、変化できるという風になっているので、あ、すっごい体が、あ、すっごいすっごいすっごいわこれ、あ、すっごいすっ、あ、すっごいすっごいすっごいわこれ、これ、あ、すっごいすっごいすっごいわ、まあもう仕方ねえこれ、ほら、もうこういう感じやね。まあいろいろ配信の準備をしてたらこういう風になってしまうこともなきにしもあらず。まあ細けいことは気にすんな。よし。まあなんかビビは悪魔界にいる時の、まあ、使いみたいな感じなんですけど、まあトアが、まあ、魔界から、まあ、人間界に来て、まあ、人間の姿に扮し、まあ、一人前の悪魔になるための勉強中なんですけれども、まあ、それで最初は帽子にね、一応監視役として帽子についてますっていう、ちゃんとそういうのがあるんだよ。そんなんだよ、知らねえのかよ、おいおい、知らねえのかよ。ちょっと待って、すっごい気になるからちょっと待って。ううう、ちょっと、よし。オッケー。オッケーか。これマジむずい。あー、これでオッケー。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね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 。はい、あ、あ、あ。はい、っていうのはありました。はい、次、はい、これもカチューシャなんで、なんかね、ちょっと似たような感じにはなってしまいますが、まあ、みんななんか
スカート、チェックのスカートを履いているんじゃないか予想が多かったかも。これも可愛いな。これ好き？これ好き？これは目が隠れてるの。ちょっと前髪がね隠れてて、まあ、ふ、襟が、まずい、危ない、襟が、あ、まずい、なんかお嬢様だね、これ本当にお嬢様とは様。ネイルもしてます。足を出すか出さないか、足を出すのか出さないのか、そういう感じなんかな。はい、どんどん紹介していきたいと思います。あとはさ、もう自分のウキウキでさ、コメントが下手なんだけど、おい、前髪シリーズで、はい、これ、お、眉かわいいって思ってこれピックアップした。え、なんかお眉かわいくない？お眉っていうの、眉毛が見えるのもかわいいって思った。あとこのメガネの形もかわいいな、いい感じで。これは角があれなのかな、カチューシャの角みたいなのじゃなくて普通に角が生えてるって予想してくれたっぽい。かわいい肩出しで手になんかついてる全然知らねえっていう。でもやっぱりみんなフリルが好きやな。はい、じゃあ次、あ、なんだ、もう一個あるわ、これ。もう一個目隠れてるやつありましたはい、じゃじゃーん、これはね、カバンをつけてくれてる、かわいい。でちょっと今までと違うのが、服の胸のところに、ところが短い。これなんだろう、短い、なんだこれ、何これ、短い、何これ、服、上着があるね、これかわいいな。でこの方は足を、トアの足はソックスです。マジでもうコメント下手くそすぎてごめんな。あ、もう見てって勝手に自分で解釈してくんない？これは制服なんかな、制服か、これ制服なのかな、制服なのかもしれません。で一つ前言いたいことといえば、そうですね、もう絶対ありえないよっていうのを一つ言いますけれども、まあ、これはないっすねおい、これやめ、お前どんだけこれ着てほしいんだよ、これねえよ、あるわけなかろうて。なんでやねん、これコスプレおじさんじゃないか。なんで、なんかね、もうめちゃめちゃ怖かったんだよ。ヤゴーの顔を切り抜いたやつをトアの体に貼っつけて、ヤゴーが服になるみたいなやつもあったんだけど、怖いし嫌やろ、どう考えても。トアも嫌だし見る方も嫌やん。あ、ごめんなさい、ヤゴーさん、あ、すいません、あ、 CEO でした、 CEO。 いやでもマジで怖かった。ヤゴーの顔をいっぱいトアの体のなんか体に貼っつけてっていう言い方もちょっとなんかそこがあるけど、服にくっつけてきて、なんかもう集合体恐怖症
の服を作った人がいて、ちょっとやめてくださいお断りで本当に。パパだけ JK になるっていやいや泣いちゃうよ。ママも娘も弟も泣いちゃうよ。泣いてる泣いてる泣いてる。ありえないですということありえないですとは言ってきますが、はい、っていうのもありましたねっていうのもありましたねって、そんなやつだよ。なくてええわ。なんであんねん。で次いきます。ポーン。はい、なんとね、とはね、あのこの実は差分のちょっと差分を匂わせてまして、まあ、とはがあげたやつはまあこれだと、これでこれなんだけど、運営さんが出したやつがこれなんだよね。これの違いが一つあって、この腕についてる四角の部分が違うんだよね。なんでその二つを多分書いてくれたという感じなんだと思うんだけど、ポンポンと、まあ、ジャケットを着てて、まあ、制服で脱いだら半袖でっていうやつかなって予想して書いてくれました。これ頭ってどんな感じなんだろう。頭はあ、ベレー帽かな。ベレー帽っぽいやつに、まあ、今の衣装の今のなんか私服に近い感じの帽子をかぶってて、でまあ、色合い的には通常衣装の色合いで、ソックスは左右別の色をつけてるんじゃないかなっていう予想なんですね。あざまー。11、12、90、11、12、はい、あぶなあ、もう危ない危ない危ない、ミスるとこだった。あ、ミスってねえや、あ、ミスってねえな。オッケーオッケー。はい、まあ、ちょっと制服シリーズなんだけど、これは2杯だね。2杯2杯2杯ソックス。ちょっとこれが、これの好きなポイントは、これはねカチューシャーな、丸メガネが可愛いって、とは丸メガネ似合うなって思ったってここれすごい、あのとはの、あ、いいなーって思った部分、とは丸目がね似合ってる。とは丸目がねすげえ似合ってる。これ2杯か、2杯いいな。さて今回は2杯を履いているのでしょうか、履いていないのでしょうか、それはまあお楽しみにと。はい、待って待って待って、これで一回こうして、こうして、もうこうしてこうしてって言わないと分かんなくなっちゃうから、こうして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 こうのこうでこうこうこうの、あとこれのこうしてこうやってやってこうだったらいけんのかなって言っとけば、なんか口が回ってるから、なんか配信的には何にもなんかいい感じに盛り上がってる気もするっていう作戦。はい工程ちょっと多めだったけど、まあ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 、まあ、そんな気にせず気にせず、そんなそんな気にしたときにせず、ゆっくりしてくださいよ皆さん、ゆっくりしててください。これ制服じゃなくてワンピース予想、これかわいい。ちょっとアップして見ていこう。ルルルルン。尖ってる部分は角のカチューシャだと予想し、前髪は結構パッチン予想だね。で白に紫で、トアはなぜかめちゃめちゃ怪我をしている。おいー、すいません、ここにお医者さんいませんか、お医者さんいませんか。ちょっとスケルトンのスカートかわいいよね。
あの信じる、この靴が可愛いって思った。これ可愛い、これ靴可愛い、これこのサンダルマジ可愛い。と厚底のさ靴好きなの。これ厚底の靴好きで、多分このハートとかもあのトアの足のベルトをちょっと参考にしてくれてるのかなと思いますけど、ワンピース珍しかったね。みんな結構本当に制服を予想する人があらまあ多いわって感じだったけど、ワンピースが来たね。まあいいでした。はい、ポン。次はなんか制服、メイドっぽい制服、メイドっぽい制服なんかな。でちょっと細かくね可愛く描いてもらってたんで、ちょっとみんなに紹介しようかなと。トアネームバッチ、デビルモチーフ、ハート肩抜きエプロン、白タイツ厚底ローファー。え、みんな白タイツどうなの。白タイツ、あ、これ別に匂わせとかじゃないかな。これ白タイツどう。あ、好きなんや。あー好きなんや。あーそうなの。で、ま、角が珍しく、なんかみんなカチューシャと角を描いてくれるとき黒っぽい感じなんだけど、今回は白っぽい感じだね。かわいい厚底ローファー、いいっすね。はい、ということで、あとはよいしょっと、こういった、これだ、こっからや。メイドっぽい、メイドっぽいというよりかメイドっぽいんかな。ちょっとこの胸元が開いてるようなそんな衣装です。こちらはで背景をトアの告知の背景と一緒にしてくれてます。で、また顔が怪我してる。で、そして白タイツ、厚底。いいね。あれとね、なんかトア怪我しすぎじゃない？ね、トア怪我しすぎじゃない？やばいよね。なんで顔怪我してる？おい、顔一番痛い。大丈夫？はい。次、どーん。これはね、メガネサブンかな。メガネのサブンの、なんかどっか行ったー。おいおい、どこ行った。おい、なくなったって。でもよくわかんないから、こっから持ってくっか。うわ、なんかすっげえどっか飛んでた。なんやねん、ハンコ死んでくれ。多分一生懸命戦いながらやってんのに。はい、ちょっとこれね、ちょっとこれも制服ですが、見て、珍しくシャツに穴が開いている。穴っていうか、なんていうか、これなんて言えばいいの、穴じゃなく、何これ、これなんていうの、この穴じゃなくて、これセクシーな、これスリットっていうの。みんな詳しいやん、おい、ほ、詳しいやん。まあ、スリットチューンあるって。で、え、これさ、また見えちゃわない？冷静に見たけど、これさ、待って、ここが股間、え、ここが股間だったらさ、このさ、切れ目、なんか、ゆらーなんてしたら、お前、見えるて。なんかこのメガネがね、ロボコ先輩のメガネに似てるの、なんか垂れてるやつ、かわいいでした。闇っていう、闇って書いた金のバッジをつけてる。なんかとはヤンキーみたいじゃない、ヤンキー。
まあ、ヤンキー同士も合ってるからね。もうほらほら行ってきたいんで。おい焼きそばパン買ってこいや。おい焼きそばパン買ってこいや。はい、あ、はい、あ、こんな感じですね。はい、あ、で、トアが焼きそばパン来た。はい、で、トアがうわ、これいい、これもいいなって思ったのこちらです。これは制服じゃなくて私服っぽい感じなんだけど、サマーやん、これこのその透ける感じすごいいい。え、これすごい爽やかじゃない、これかわいいよね。前髪がパッツンね。このライム色と、まあ、トアの目の色とあとは水色の合わせでショートパンツに、あとは上は水着ではないんだけど涼しいのに、これなんて言えばいいの、これどういう素材。あ、でネイルもかわいい。ネイルは水色とライムで交互ですよ。ビニール、あ、あー見て尻尾もね、かわいい。尻尾のピアスも色変わってる。シースルーシースルー、いいね。なんかサイバーっぽい感じで、これもなんかみんなが制服描いてる中でちょっと私服っぽいというか、まあ、ちょっと違うジャンルだったのでピックアップさせていただきました。かわいい。はい、残るところあと2枚ぐらい3枚ぐらいになりました。はい、こっちちょっとメルヘンチックな制服かな。色味が薄めの色でスカートにギザギザ、スカートにになんか切れ目でリボンがついててベルトもついてて、でこれが可愛いなって思ったのがビビの手がついてるよ。ここにビビがなんかくわえてるみたいになってんのが可愛かったな。はい、こちらです。ありがとうございます。お手で可愛いよな。はい、あ、これもねちょっとね違う感じの服だったやつでピックアップしてみた。まずソックスが右と左左右逆で、あとスカートのなんかデザインが凝ってて、あと上がなんだろう、ジャケットじゃないタイプのやつがすごい可愛かったかな。あと頭の部分だね、この角が多分これアクセサリーとして書いてくれてんのかな。アクセサリーでここにと、あの通常衣装のネオンカラーの黄緑とピンクをこうくっつけて、こうなんかのおしゃれにしてくれてるゴシックパンクっていうんかな、こういうのゴシックパンクっていうのってやつしたね。これかわいい。これもなんかのみんなと違った感じで可愛くて採用させていただきました。明日、あ、皆さん、あのね明日ね、レイゼンのチャンネルでね、あの10時じゃなくて9時になるんですけれども、9時からね、あの死にからナイトプランの歌ってみたのカバーが上がりますんで、ぜひぜひ聴いてくださいね明日というこう宣伝をし、ラスト1個いきまーす。どーん、これじゃなかった。どーん、あ、これだ。はい、かわいいな、いつもかわいいな。ちょっとゴスロリっぽい、ゴスロリっぽいカチューシャに、でゴスロリやんこれ。
シースルーのガーリー、これガーリー系っていうのこれ、ゴゴスロリ、スケソデ、スケソデにビビがいて、ベルトがあって、で白いソックスに、白いソックスにローファーということで、いやどれも可愛いなぁ。というかこの、というかこれだけでなんでそんな予想できた？ガチすごいって。これだけでそんな予想できる？あ、今さ、そんな感じでね、トアのね、もう新衣装の予想を見ていきましたけども、みんな、みんなめっちゃうまかったな、すげえな。なんかね、トアもね、いろいろね、あ、こんな服似合うのか似合わないのかとかっていうのは分かんなくて、まあ、悩んだりすることもあるんだけど、みんなのなんかアイディアを見て、あ、トアにこんな色が似合うんだとかっていうのもちょっと分かって、いい企画だったなと思いました。全部採用したいぐらい可愛くて本当にありがとうございます。あ、最後にね、一つだけちょ意味わかんないのがあったんで、これだけ紹介したいと思います。謎にクオリティが高い謎にクオリティが高いやつ、ちょっと影がうまいんですけど、影がうまいって、これこれドア犯人じゃん、犯人なんですけど、ドア、なんでこれ、ドアなんでこんななっちゃった犯人でした。はい、じゃあまあということで、こんな感じで一旦みんなの衣装の発表は終わりたいと思います。はい、ではちょっと準備をするので少々お待ちください。ウィーン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 、こうしてで、こうしてこうしてこうやって、これはしないで、あ、こうして、で今からお着替えをして、よしよし、お着替えをして、お着替えをして、こうしておいて、こうで、待って、これがね大変なんだよ、意外と大変だから、ちょっと待ってね。あ、すごい、何これ、 あ、なんでそっちが動くねんって、なんで